皆さんこんにちは。2022年マンション管理士管理業務主任者、最短ルートで合格、得点に必要な3つの力、講師が教える、過去問学習法、回答力養成法と題しまして、30分程度でガイダンスをさせていただきます。担当はレクセン人講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今回使用してまいりますレジュメをまずは確認させてください。はい、こちらのですね、最短ルートで合格、得点するための3つの力というね、こちらを用いてお話をさせていただきますが、まあ、画面をね見ていただいて分かるようにしておりますので、お手元にね印刷等はしなくても構いません。では早速ね、30分程度ではございますけれどもお話をねさせていただきたいと思います。今回はですね、マンション管理士と、管理業務主任者の講座説明会ということで、まあ、ただね講座のお話だけしてももうすでに勉強を始めていらっしゃる方にとってね、まあ、プラスになる知識もねないと困るかなと思いますので、基本的にはどういうふうに勉強を進めていけばいいのか、で合格するために、まあ、言い方を変えますと本試験で得点するために必要なものっていうのが何なのかっていうのをまあ分析していきたいと、こういうふうに考えております。では早速、画面をねご覧いただければと思いますが、早速本題ではございますが、本試験で得点するために必要な力っていうのは具体的にどういうものがあるんだろうかと。そもそもですが、インプットをね今しっかり進めていると、で進めてらっしゃるんですけれども、どうにもこう模擬試験ですとか、まあ、あるいは本試験ねご受験昨年された方、しっかりインプットやってたはずなのに思ってたより得点が伸びなくて困っていると。で不正解だった問題見てみたら、知ってるわと、あこれやったと、でこれやって前も間違えたみたいなものが、まあ、ありますよね、どうしてもね。でそれがなぜ起こるのかっていう話なんですが、まあ、これはあくまでも人によってねちょっと違う部分がありますから、一応一例としてなんですが、おそらく考えつく原因が3つありまして、まずそもそもが知識力不足であると、そして回答力不足で、さらには得点力不足っていうことが考えられると。知識力不足っていうのは何なのかと言いますと、そもそもがしっかりインプットやってるつもりではあったんだけれども、まあ、必要な知識をね実は覚えてなかったですよと、あるいは覚えたっていうふうに思ってはいたんだけれどもちょっと忘れちゃってましたよとかね、あとは自分が覚えたと思っていたんだけれどもその知識がちょっと間違っていましたと、でこういう場合は知識力が不足しているっていうふうに考えられると。じゃあ回答力不足は、解説読んだらですね知ってるんです、でしっかり覚えてたんですが、なんでだろう、なぜか正解までたどり着けなかったなと。あるいは事例問題ってやっぱりどうしても何問か出てきますので、これこれこういう場合にどうでしょうかみたいな問題が出された時に、そもそもどう手をつけていいかがわからないと、だそういうような問題、あるいはどこから手をつけていいかもう悩んじゃいますみたいな方は、インプットとしてはまあ十分かどうかね人によりますけれども、ある程度戦える知識が入ってるんです、入ってるんだけれども、じゃあそれをアウトプットで、まあ、出していく方法がちょっとまだわからないと。でそして得点力不足、これはじっくり解けば正解にたどり着けるんだけれども、まあ、やっぱり時間ってね2時間っていうふうに制限されておりますから、どうしても正解にたどり着けないと。でもちろん難易度が優しい問題と難易度がまあ高い問題、難易度難しい問題で、まあ、かかる時間というのは変わりますけれども、サクッと考えちゃうと1問あたり2分30秒くらいで解いていかないといけない、厳密に言うと2分24秒マークシートチェックするのも含めて、でそうすると、まあ、前後10問なんでね、でそうすると1個の選択肢をだいたい30秒くらいでもう整合を判断しつつ、まあ、次々というふうにいかないといけないんですが、まあ、じっくりね考えたらわかる、わかるんだけれども、やっぱりそういうふうに考えると時間的な、ね、制約がありますから、まあ、ちょっと厳しいと。この3つの、知識力不足なのか回答力不足なのか、それとも得点力不足なのかっていうのは人によって異なる部分ではあるんですけれども、まあ、おそらくどれかいずれか、どれかでもいずれかが不足していたり、あるいは
まあ、例えば丸1と丸2がどちらもちょっとまだ足りないとかね、そういう可能性が考えられるというわけなんですね。で、本試験で必要とされる、まあ、3つの力っていうのはまとめますと、知識力、回答力、得点力になると。で、これを、まあ、全部ひっくるめて合格力っていうふうに、まあ、言うことがあるんですが、まあ、本試験で合格するための力をつけるためには、どこかのタイミングでふと立ち止まっていただいて、ご自身にどれがちょっと不足しているのかっていうのを冷静に分析していただくことが重要になると。特にマンション管理士とか管理業務主任者を目指される方っていうのは、基礎学力がもう非常に高くって、でも勉強するという習慣もご自身で身についてらっしゃる方も結構多かったりすると。例えば他の、まあ、国家資格とかをすでに取られていて、でせっかくこう法律の勉強をしていたわけだし、それをさらに生かしたいということでマンション管理士に進んでいるとかね、そういう方もいらっしゃるはずなので、その学習のスタイル自体は、まあ、しっかり継続してね進めていけるっていう、まあ、力がある方が多いんですが、じゃあなぜそれが直接特定に結びつかないのかっていうのは、まあ、このあたりのねちょっと不足しているところがあるということで、まあ、そこを分析していただく必要があるわけなんですね。ではじゃあ分析をしてね、もしかしたら自分はここが足りないんじゃないかな、ちょっともしかしたら不足していたかもっていうのが分かったところで、じゃあその3つの力をどうやって身につけていけばいいのかっていうのを、まあ具体的に考えていきたいと。はい、ページがですね、お持ちの方は2ページですね、2ページ。3つの力を身につける方法とはと。そもそもですが、各分野っていうのは、満館と官業でいうところの法令系と、実務会計で建築設備系法令、ね、とかに、まあ、分けられるわけですが、知識力で言いますと、もちろん法令とか、ね、実務会計も必要なんです。必要ですが、建築設備系が特に知識力が重要になってくると。要は建築設備系って細かい設備に関しての問題ですとか、まあ、過去問で毎年毎年出るわけではないんだけれども、出てきたことがある、そういう部分についても知識として入っていることによって、まあ、他の方がねちょっと難易度が高くて得点できないなみたいな問題でも拾い上げることができると、まあ、その考え方でいうと知識力が大きく影響をしてくるのが建築設備系であるというふうに考えられる。そして回答力、まあ、これはもう間違いなく法令系ですね。法令系に関しては、まあ、例えばですがちょっと事例といいますか、 A さん、 B さん、 C さんという、ね、方が出てきまして、まあ、大体揉めてますでしょ。で、何かでトラブル起きてますから、でそれに対して今まで入れてきたものどれをこう出せばいいのかっていう回答力、だからインプットだけじゃなくて知識として、ね、入れたものだけじゃなくて、それを実際にどのようにアウトプットしていけばいいのかっていうのが特に試されるところになると。で、一方の先ほど知識力としては重要だった、建築設備系はあまりこうこれこれこういう場合にこんなトラブルが起きてどうしましょうかというよりも、そのトラブルが起きてます、はい、じゃあ何で対処しますかとか、トラブルが起きているかどうかを、まあ、確認するためにどんな検査をしますかっていう、もう知識の方が、ね、多いので、こう回答力として自分で頭の中でこれはどういうふうにこうアウトプットすればいいのかっていうのを考えないといけないという問題は、まあ、逆にちょっと少なくなると。で、得点力はもうすべてに共通して言えますが、じっくり解いたら解ける、それは素晴らしいことです。ただ実際には本試験は時間が限られておりますから、まあ、どれもねゆっくり検討しているっていうのは少し厳しいというところですから、まあ、全分野共通ということになりますね。ではそれを踏まえた上でそれぞれ、ね、考えていきたいと思いますが、まず知識力をつけるためにはどうしなければならないのか、まあ、知識力っていうのはちょっとさらっていきますが、文字通り知っているっていうことですけれども、いたずらに知識の量を増やしても結局曖昧に覚えてしまったり、あとは忘れてしまって得点には結びつかないと。だから基本知識を正確に押さえていること、でこれが合格のための最低限の条件となります。つまり、どういうことかと言いますと、マンション管理士や管理業務主任者は一応ね、過去に出たものですとか、まあ、出る可能性があるものとかを、まあ、拾っていきますと、かなりね膨大な知識が求められると。
でもそれってもちろん全部を覚えていたら当然満点を取れる、あの理論上は。もちろんこの後ご紹介していく回答力や得点力も必要になるから一概に言えないんだけれども、ただ単に知識だけで考えるのであれば覚えてればまあ答えられますよねって話になると。ところがそれだけではこうバーッと数ある知識が一応入ってるけど、それが出てくる出てこないの優先順位とかをきっちり入れておかないと実際の試験では役に立たない可能性がある。で特にこれは私がね実際に、まあ、受験生として受験をして、私の場合は一度で合格どちらもしておりますけれども、その時に意識していたのが、これは過去問で出ているけれども、おそらくそこまで重要度が高くないはずだと。例えば4個ある選択肢の中で1つの正解を導き出しましょうっていう時に、おそらく今回は選択肢の3番が正攻法でピンポイントでこれが丸だなっていうふうに分かればいい問題だなと。で、まあ、例えば皆さんがねお手元に持ってらっしゃる、まあ、問題集とかね見ていただくと、重要度が他の選択肢はそこまで高くなくって3番だけ高いと。そしたらもう3番の知識だけとにかく入れる。じゃあ1番2番4番はと、知らないから一応覚えておいた方がいいんじゃないかと。内容は確認しますが、それがあくまでも正解詞を出してほしいための他の引っ掛けだなっていうふうに判断できるのであれば、もう軽くは見ますけれども、あこれ重要だ覚えようみたいな形でそっちには時間は割きません。だから基本となる知識、前提となる知識をとにかく正確に抑える。でそれを抑えている段階で徐々にその付属の知識が問題解いてると自然と入ってきますから、ベースはもうこれだっていうふうに核をしっかり作っておいた上 でそこはとにかく正確に、もう絶対の自信がある。でそこを抑えつつ余力がある範囲で付属の知識を入れていくっていうことが、まあ、重要になってくると。ですからただ単にもういたずらにね知識の量を増やせばいいのかっていうと、まあ、そういうことではないと、ね、いうことになるわけなんです。ではその知識力を身につける方法ですが、もうとにかく知識増やそうでいたずらにね増やすんじゃなくて、もう基本の知識っていうのは何なのかっていうのを常に意識していただきまして、正確に抑えるっていうのをインプットをするときには心がけていただきたい。でまた個別に抑えた知識っていうのを、まあ、きちんとね横断的に利用できるように整理をしていかなければならないということになるわけでございます。でそのためにテキストやあとは講義でね必要な知識を確認するっていうのと合わせて、問題演習を通じて基本の知識の定着を図ることが、重要となります。ですから、まあ、インプットって、まあ、読んだりあるいは講座を見ていただいたり、まあ、耳で聞いたりっていうことをねするのがインプット、まあ、入れることになりますが、それがじゃあ実際にどれくらいの頻度で出てきているのか、でどういうふうに問題演習をしていけばいいのかっていうのを、まあ、どんどん進めていっていただく過程で覚えると。ですから読んで覚えてたか確認する、もう一回読んで覚えてたか確認するじゃなくて、一度読んでとりあえずのインプットが入った。で人は忘れる生き物ですから、どんどんこう、まあ、バーッと出てっちゃうんですけれども、ある程度入ったかなっていうところでもうとにかくアウトプットに移る、問題演習に移っていただいて、そっちで実際に実践的に解きながら覚えていくっていうのを意識していただくというのが重要になるわけでございます。でここでいう基礎知識っていうのは、まあ、テキストにも記載があり過去問でも出題されている問題のことを言いますので、実際に、ね、テキストで触り部分は言ってるんだけど過去問で出てきたところは直接は言ってないなみたいなところは、まあ、ある種少し発展的な内容になっているということになるわけでございます。では続きまして3ページ、はいはい、では、2番の回答力を身につけるためにはと。で回答力っていうのは、まあ、考えて答えを導き出す力のことですが、この回答力っていうのはさらに論理力とあと分析力の2つに分けることができると。で論理力っていうのは何かというと、まあ、論理的に考えられるようにっていうことなんですが、まあ、まずねインプットをしていただいた基本の知識からの推論をしたり、あとはいくつかの論理の積み重ねが正解を導くためにどの程度必要かっていうのを表していると。だからまあ一見テキストに載ってない問題なんですけれども、
既存の知識をこう組み合わせると、あ、これ答え出せるんじゃないかみたいなものなんですね。じゃあ分析はと、分析力っていうのは問題文を単純な内容に分解して、で自分の知っている知識に引き直して考える力のことであると。まあ言い方を変えますと、還元しますと、問題文自体の意味の把握とか、あとは事例の分析をする力のことを表しています。だから例えばですが、基本の知識、基本知識をちょっとひねった状態や、あとはね、視点を変えて出してくる、インプットでやった視点とまた別の視点で言ってくるんだけど結局言ってることは同じみたいなものや、複雑な事例問題を解く場合に分析をする力っていうのが必要になってくると。ではこれらをどうやって身につけていこうかという話なんですが、ただ単にねテキスト読んでるだけだと回答力一切身につきませんので、まあ、過去問やあとは演習を通じて身につけた知識の理解をまず深めていただくと、でそして知識の使い方を習得していくことが必要となります。まあ、過去問でね問われ方や必要な力っていうのをまず研究していただきまして、で演習問題を通じて、まあ、思考力が身についたかどうかっていうのを、まあ、実践的に試していっていただくことが必要になるわけなんですね。だから皆さんの頭の中なんですが、テキストや過去問で、まあ、知識がバーッと入ってると、とりあえず入ってる、でもこれって点と点なのでなかなかまだ使える知識にはなっていないと。でそれを回答力を養成することによりまして、まあ、きちっとつながってきまして整理ができる。で整理ができれば今後何か問題で出された時にすっと、あ、これはここの話だなっていうふうに、まあ、関連づいているものから引っ張ってくることができるようになると、まあ、こういうことが要求されるわけなんですね。では続きまして4ページにお進みください。4ページ3番、得点力を身につける方法、こちらも考えていきたいと思います。そもそも得点力っていうのは制限時間内に合格点を叩き出す能力のことですが、まあ、時間っていうのをね常に意識しながら勉強するっていうのは初期はあんまり時間は意識しない方がいいんです。初期というのはまず1週目、問題集を解く1週目はまだインプットの要領で過去問を使っている形になりますので、まあ知識力を身につけながら回答力を身につけている段階であると。で、まあ、ある程度そのあたりが進んできたところ、問題集の2週目3週目4週目あたりになったところで時間を意識しながら問題を解く訓練を進めていただく必要がございます。で短時間で回答するためには基本問題を反射的に解けるようにすること、でそして ② 思考力が必要な問題について解き方を習得して時間をギュッと短縮していくこと。で、わからない問題、これ捨て問って言ったりしますが、わからない問題はわからない問題でもうなんか気配でわかるよね。あ、これはもうしょうがないわと。で、そうしましたら、まあ、私はよくね、ハテナか三角で次に行きましょうというふうにお話をしているんですが、ちょっとよくわからないとか、ご自身の頭の中で覚えてるか覚えてないか、知識があるかないかをこうさらっていった時に、分かんないってなったらそこも考えても出てこないので、それはもうハテナか三角で次に行くしかないと。でもそこをどうしてもやっぱり白黒はっきりつけたいっていう風に不安なのでなってしまいますから、これは誰しもそうだと思うんです。皆さんがもしかしたらそうじゃないかもしれないんですが、私は一応ね問題を解く以上は丸か罰かっていうのをこう白黒はっきりしたいというふうにどうしても思ってしまう方なんですが、分からないのに丸か×かっていうのはやりようがないですから、そこをね気合と根性で丸か×にしちゃうから時間がかかってしまって、で最終的に、もう少し時間をかけるべきだったところがギリギリになってしまうので、まあ、しっかり丁寧に見られなかったということにもつながってきますから、捨て問は捨て問でハテナか三角を振ってとにかく次に行っていただくっていうことが重要となります。まあ、そういったふうに得点力を、ね、身につけるためにはもう今度は、ね、時間をしっかり意識しながら、で場合によっては本試験と同様に、ね、1時3時でちょっと時間を取ってやってみていただくとかね、そういうこともやるような、練習を、ね、していただく必要があるということになるわけなんですね。はい、ではさらにページを進めていただきまして5ページ3番、過去問
問題演習模擬試験の活用法についてお話をしていきたいと思います。過去問問題演習模試等を活用して得点力や回答力っていうのを磨いていくためにはもうとにかく大事なのが解きっぱなしにしないこと。じゃあ具体的にどのようにしてその回答力とか得点力っていうのを磨いていけばいいのと。あ、ちなみにあれ知識力は、あの知識力はお手元のね、テキストですとかまた問題集などをインプットの要領で使っていただきまして、もうとにかく入れていくと。で、入れっぱなしがねまずいので、まあ、問題演習をねどんどんやっていきましょうっていう話につながってきて今ここにあるわけなんですが、で具体的にどうやってね活用していけば得点力や、あ、ごめんなさい、回答力や得点力が身についていくのか。まず1番、回答力の養成のための過去問問題演習模試の活用法ということで、問題を解く際にご自身の、ね、弱点を分析していただくことが必要となります。まあ、ですから実際の問題を解く際に以下のような作業をやっていただきたいんですね。 A 弱点ノートを作成する。弱点ノートに盛り込む内容としましては、問題を間違えてしまった原因が1知識不足なのか、で2ミスなのか、でその他他のところがあるんでしょうかっていうのも考えていただきたいと。で間違えてしまった問題がでさらに正答率が高いのか、それとも正答率が低いから、まあ、そこまで気にしなくていいのか、でさらに言うとどのような形式の問題を間違えてしまったのかと。例えばですが、正しいものはどれかとかね、誤っているものはどれか、適切なものはどれか、不適切なものはどれかみたいな問題や、あるいは正しいものはいくつあるとかね、組み合わせとかそういうものもございますでしょ。だからどういうような形式のものを間違えてしまったのかっていうのを考えていかないといけないと。ただご注意いただきたいのが、この弱点ノートなんですけど、よしじゃあ弱点ノートを作れっていうことだったから、もうとにかく綺麗にね、綺麗に作っていって、もうカラフルにしてね、時間をかけて1時間2時間かけてとかだと、それはねちょっと問題がありますので、あくまでもあのノートっていうのは綺麗に作ることが目的ではなくて、最短期間で合格するためのツールの一つなので、そこのね、あのこっちでも時間かかっちゃって問題演習がまあちょっとおろそかになってしまうだと問題があるので、まあ、軽くで構いませんので弱点ノートをね作っていただくっていうのがまず一個のね一例としてやり方ですね。で続きまして B、 事例問題では人物の関係図、時系列表を作成すると、まあ、人物同士の関係性ですとか時間の流れっていうのを、ね、きちっと意識できるようになると分析力っていうのが飛躍的に上がっていきますので、これはね、まあ、問題解くときにっていう話なんですが、3人以上の登場人物が出てきたら図を書いた上で、まあ、確認をしていただくと間違いが、ね、減りますし、場合によってはそのケアレスミスなんかもね防げますから、まあ、必ずね書くようにしていただきたいなというところではございます。はい、そして括弧の2番、得点力の養成のための過去問、問題演習模試の活用法としまして、まあ、問題をね解く際にコンディションとか、あとは回答時間、あのストップウォッチとかね、最近スマートフォンとかにもありますでしょ、アプリでね、まあ、そういうのをね使っていただいて、まあ、軽くメモをして記録しておくっていうのをお勧めいたします。まあ、どういうことかというと、どんな状況で間違いやすいのか、でミスが出やすいのかっていうのを分析しておけば、知識とかテクニックだけではなくってご自身の、ね、特性を知ることができるようになりますので、得点力っていうのは結局コンディションにも左右されるんだっていうことで、まあ、やっぱりね、あの最高のコンディションで本試験迎えたいわけですから、まあ、そのあたりの分析もね、それはご自身にしかできないことですから、まあ、ぜひね積極的にあの取り入れていただきたいなというところでございます。で参考としましてですが、はい、6ページ見ていただきますと、まあ、その他の回答力身につける演習の問題の活用法としまして、まず正誤と自分なりの復習の必要度、あ、これ全然覚えてないわみたいなのがあれば星印をつけていただいたりですとか、まあ、そのあたりをねやっていただくと。でさらには、講義中にね、あの私などの、まあ、講師とかが、でここは大事ですよとか、この引っ掛け出てきそうな気がしますみたいなことをね言っている部分がありましたら、まあ、そこのね視点をちょっと書き込んでおく。で2回目以降に関しては、以下の各項目、テキストのページとか付箋に書き込んでいただくと。
で、対応する法令の、条文の番号ですとか、まあ、これは時間の余裕があればっていうところではあるんですが、よしじゃあ今からテキストに載ってるね、まあ、テキストにもね第何条とか書いてあったりするんですが、まあ、そこをね見ながらじゃあ条文をねちょっと書いておくと、でそうすると問題文で法何条何項の規定によりっていうのがたまに出てきますから、まあ、サクッとねそこが確認ができると。ただこれもご注意いただきたいのが、よしじゃあ書くぞで1日2日使っちゃう、それはね本当にもったいないので、あくまで勉強している過程で、あこれ必要だなって思ったところだけでいいんでね、全部やるとかそういうことではない、ね、で基本テキスト の, 参照ページですとか、あとは過去問題集の該当ページや過去の本試験の出題年度と問題番号を軽くね間違っちゃったところなんかにこうポッと書いておきますと、ああこれそうだったなというふうに、ねまあ、なるんじゃないかなというところでございます。はい、ではまあ、あとねこの辺はご自身でルールがあるかなと思いますので、まあ、自分なりのねマークを決めておいていただくと。私はですねキーワードをぐるっと丸をしまして、でここ重要そうだなみたいなところを波線を引いたり、あこれちょっとねちっちゃくてあれなんですけど、波線を引いたり、あとアンダーラインを引いたりねしているということなんですね。ではこれらを踏まえた上で最後にですねご案内をさせていただきます。7ページ、そのね知識力、回答力、得点力を養成しましょうということで、レックでね今、ご案内をしております過去問講座と問題演習講座それぞれございます。過去問講座は、過去問スタンダード演習講座と、過去問パーフェクト演習講座ですね。スタンダードプラスアルファでこちらも徹底的に攻略をしていく形となります。でスタンダードに関しましては、まあ、深入りすべきでない問題等を見極めてね優先順位を決めた上で優先的なものから順次ね扱っていくという形となります。はい、問題演習講座に関しましては一問一答解きまくり講座、出る順の一問一答集ございますから、こちらで一問一答はねやっぱり知ってるか知らないかの、まあ、簡単に言うと丸×クイズですから、ただそれって完璧な知識が求められますので、まあ、これはね基本知識を効率的に確認をしていくことができると。そして、実践演習の総まとめ講座、基礎知識から回答を導く実践力をつけましょうということで、まあ、法律の趣旨ですとかポイントをね押さえた上で、まあ、きちっと回答できるような実践力を、また新しい力がね出てきてしまってあれなんですが、まあ、実際に戦える力を養っていくということになるわけでございます。はい、そして最後8ページ8ページ、答練と模試に関してですね、まず基礎答練、基礎答練に関しましては、難易度が優しいものを中心としたオリジナル問題を本試験と同様に、これが重要なんです、本試験と同様に四肢択一式50問2時間で回答していただきます。でさらに受けてはい終わりではなく成績の処理サービスがございますので、現在の学習進捗のレベルを確認することができると。やりっぱなしがね一番まずいですよっていうのをね、先ほどねご案内した通りではございますけれども、まあ、そこの部分をねしっかりこう復習するためにも、まあ、こういったねデータがあると、まあ、結構ね勉強がねはかどるんですね。そして実践答練、これは弱点の発見と分野別の対策をすることを目的にしています。でこちらも同様に四肢択一式50問2時間も実践形式でやっていくということですね。そして全国公開模試、これはですね、まあ、ライバルというふうに言ってますが、要は上位何パーセントの方合格みたいな、ね、話になりますから、皆さん何としてもそこの上位に入る必要があると。そうすると他の方たちはもう皆さん、ね、ライバルになるということですから、まあ、その方たちと、ね、個人成績表と総合成績表でどこのポジションにいるのかっていうのが分かる形になりますから、まあ、一応、ね、真剣勝負ということで、まあ、受けていただくというものがございます。はい、ではあっという間の、ね、30分ではございましたが、実際に合格するために必要となる3つの力を養おうと養成していこうということで、問題の活用方法などについて30分程度で、ね、お話をさせていただきました。それでは最短ルートで合格、得点に必要な3つの力、講師が教える過去問学習法、回答力養成法、ガイダンスを終了いたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。